酒のポップです。はい、ということで今日は大好きスターバックスに来ました。はい、ということで私よくスターバックス来るんですけど、あのキャラメルマキアートのグランデサイズしかね普段ちょっと頼まないので、今日はちょっとスタバの店員さんに、私甘いのが苦手なので、そのちょっと甘くなくて美味しいメニュー何かってちょっと聞いてみて、それをね注文していきたいと思います。なんだろうね、楽しみ。それ注文するんで、はい、それでは行ってみましょう。すいません、あんまりあの甘くないの飲みたいんですけど、甘くないのでなんかおすすめありますか？そうですね、甘くないのですと何でもいいんですけど、全然ちょやっぱりコーヒーが入ってる方が甘さはないので、はいはい、一番苦めなのがムースホームラン。あーへー、上に無脂肪のムース、はい、泡状のミルクが乗ってまして、はいはいはい、ショットが2ショット入ってるので少し苦めなお作りになってます。あ、アイスもあるんですね。はい、アイスとホット。じゃあムースホームラテのアイスでお願いします。はい、ということで頼んできました。こちらムースホームラテでございます。イエーイこれはどんなものかっていうと、下にダブルショットが入ってて、あのエスプレッソのダブル、その上にムースフォームが乗ってるっていう感じの商品です。トールサイズしかなくてアイスかホットか選べるっていう感じです。で、なんかこれは店員さん曰くストローで飲まずこちらのね口から飲んでくださいって言われました。なんかこのねふわふわのねムースフォームを楽しんでくださいみたいな。で、早速飲んでみたいと思います。いただきます。待って、全然出てこないよ。あ、全然甘くない。エスプレッソだ。エスプレッソにふわふわの泡が乗っかってるみたいな。なんかほとんどこの泡はね、なんだろう、何も別に味はないから、普通に苦いコーヒー、アイスコーヒーっていう感じ。なんか綺麗だよね、このムースの感じとか。すごいね、このふわふわでね、こう口当たりがめっちゃいいですね。美味しい。初めて頼んだんですけど、店員さんもめっちゃおすすめしてくれてたんで、甘いの苦手だよって人はちょっと1回で飲んでみてほしいです。あのアイスコーヒーとか好きな人はね全然余裕に飲めるかなっていう思うので、私は結構苦いの全然いけるので美味しいです。はい、ということで今日はね大好きなスターバックスでね店員さんにおすすめの甘くないメニューをね聞いてみて注文してみました。結構ね、なんだろう、すごい慣れてる店員さんまたちょっと飲んでみたいなと思います。でも私はねもう最近本当にキャラメルマキアートしか飲んでないので、あまりにもこういうね挑戦もいいかなってちょっと思いました。はい、またね次回はね期間限定シリーズ飲みたいと思いますので、また次回のカフェ巡り動画でお会いしましょう以上、ヒブステキのポップでした。バイバイ。